はい、また面白いの見つけたんでまた来ました。これはその昔のこの戦争の時どうやってこのね軍人たちが遠いかリアルになるか作りましたね。本当にリアルですね。こんな感じで、わ怖いな。本当に昔のね、これでなんか仁川に協力してそのね韓国を守って北朝鮮からね。でまた北朝鮮と関係はね、もう何とも言えないですけど、そういう感じでもう韓国戦争を開けました。これでミサイルとかね、そのなんかロケットとかね、まあいろいろ戦車とかがね出ますね。でそんな感じでこんな感じで記念館ができてます。もうこれでかいんだけど、これが昔僕遠足とかでよく来たんですけど、まあね、こんな最近はこれで観光地になってますね。仁川協力記念館で、もう子供が歩いてますね。このおばさんとかいっぱいやってね、でこんな感じね。昔ね韓国を守ってきたサチとなんか少女がねやって、ここですね、仁川協力作戦記念館というか、仁川協力作戦記念館、仁川三陸作戦記念館といいますね。ここにはいろいろ書いてますけど、そんな感じで向かいの大統領がなんか作ったんですね。こんな感じです。ここは仁川で、ここで見るとなんかすごいいろんな綺麗な景色が見えるんで、向こうはその韓国で今新都市で作ってるソンド新都市というところですね。ここはそう見えるし、まあ、いろんなところが見えてます。こんな感じで今仁川を紹介してます。じゃあこれからまた戻ります。バイバイ。